お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちら迫撃スキューバでやっていきたいと思います。さあ、こちらですね、無課金迫撃と、まあ、よく呼ばれてたデッキの、ギャングがね、盾の戦士になっただけですね。で、まあ一応もう一個変わった点というのは、ロリババが、ウッドになりました。というのも、そのなんかロケット奉仕とマスケのパターンがあるんですよ、このね、対空のちょっと強めの枠で。ロケ砲だと陸受けがまあ薄いというか、ロケ砲を延命させてあげたいとか、まあそういった意味もあり、ロケ砲だったらタルババだったんですよね。でマスケだったらウッドだったんですよ。なんで、まあ、ロケ砲よりマスケが好きって方とか、別にマスケでもいいんですけど、ロケ砲でも今回ね、ウッド型縦線で陸が厚くなったんで、まあウッドでいいでしょうというわけで、まあ今日こちらでやっていきたいと思います。さあ、というわけでやっていくんで、まあ結局マスケだろうが、ロケ砲だろうが、ウッドだろうが、タルババだろうが、まあそこは好みかなと思います。さあ、ここは迫撃があればね、迫撃砲で守ったんだけど、ちょっと迫撃がないので、ユニットでも持ってきます。そして、カウンターの攻め迫撃でございます。で、これ相手にクエイクがあったら泣きたいですけど、クエイクじゃなくて、あー、これ延命できそう、しかもなんなら。あー、なんでやねん。え？この人天才か？ちょっと待って。やばいよね。今の柳雨はさすがに、まあ、ロケホに打ったのはわかるんだけどさ、あんな隅っこの、ここの縦の選手に当たる普通。さあ、ちょっとだけね、痛い柳雨を受けてしまって、これ、もしかしたらフリーズあります。ティン！はい、来ないですね。なんかね、柳雨ホグフリーズのイントラテスラみたいな、ヤザップだったの、しかも。だからそんなデッキは一応存在するんですよね。まあ、でもこの人ではない気がする。まあ一応防白考えてぐらいかな。さあ、まあ高めでいっか。これ高めに置いとけばね、ホグもまあそこそこに守れるし、攻めでもね、プレッシャー与えれるので、相手はこれね、防衛コースを使えて、やばいでした。やばいですって。なんですって。ちょっと待って。全然縦線いけないし、ファイブいけないし、なんか、さてはやばいんですけど。いやー、問題は、どっちを削るかだな。俺は左にね、ちょっと変えたい気が。します、ここはね。で今矢がないので、多分相手縦線無双すると思います。でこのスケがね、チラチラ入ってくんねえかな。しっかりバルキリー、うん、いやこれ勝ちたいけどね、ちょっと矢がやってやばい、危ない。さあマジでワンチ今で負けてたね。いやーちょっと攻めるか、ちょっと残っててうざそうなんでね。でスケバルとかもねやってあげて、まあ、縦砂入ってるからな。まあ、普通のホグなのかな。いやー。いやー、これ迫撃に行くよね、一瞬。いや、熱い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 。マジ熱い、マジ熱い。さあ、熱い、熱い、激熱からの、まあ、ロケ砲で、あとはね、ヤナメが来んのか何が来んのか分かんないんだけど、ホグをね、適当に守りたい。いやー、まあ、そっちに使ってくれたらいい。しかもね、これ相手、なんか、ね、なんかええ感じになるか思ったんだけど、そんなこともないと。で、スケバルでまあ、プレッシャー与えてきたよね。いやー、それ、タゲ天才か？で、ロケット投手は右に出しても柳雨打たれるだけなんで、まあ、こんな感じで、毎回左サイドに出していきたいね。で、多分、そろそろというか、何回か、ここで、多分ね、普通に来たな。でホグプラスの攻めの柳雨がね、来るかなと思ったんだけど、さあ、ここはね、落ち着いて守っていきましょう。柳雨、やっぱね、枯渇していくんでね、これ、相手足りないんですよ。やっぱ、スケバレにも柳雨とかザップ使いたいし、ロケット押しにも使いたいし、みたいな。まあ、そういっぱいね、使いたいとこがあるんで、まあ、この回転でね、はい、まあ、ロケット方針の延命とか、これできるとね、熱いよねっていう話。さあ、そしたら相手ここにね、はい、柳雨。そしたら、これまた無双するよねっていう。まあ、この無限ループができると、なんかね、勝てるよねっていうデッキですね。まあ、縦線とかかな、これ。まあ、適当にもうウッド転がして、ダメージ稼ぎですね。でも、ホグは、正直これ、防白徹底でもいいかもしれないですね。まあ、相手のスペルがちょっとわかんないんですけど、まだ。さあ一応、攻め警戒して、あとは、インドラでね、焼かれないように、真ん中から出してあげて、ちょっとうざいでしょって話。で、インドラもね、やりご分で処理していくと、ちょっとうざいでしょって話。で、ウッドね、削っていくと、これもまたね、ちょっとうざいでしょって話なんでね。さあ、で、ホグは守ると。で、相手は突破するには多分ね、攻め5打たないといけないんですよね、これに。打撃に攻め5打ったら、その瞬間やっぱコストがなくなるので、まあこんな感じでちょっとね、プレッシャー与えながら。で、柳雨そこに使っちゃうとあなたロケット欲しいきついよねっていう話でね。で、ここに5を打ちたいんですよね。でも5打ったら打ったで、きついよねっていう話。で、テスラが真ん中来ます。これ延命したいな。
延命して、いやー、うざいよ、これ。さあ、攻めウッドとかしながらね。マジでね、このデッキなんか、これで本当にウルトラが、あ、ウルトラ入ってないと思ったんだけど、入ってんな、あれが入ってるわ。その、ウッドか。まあ、なんて、本当にウルトラ1枚持ってないやって方とかは、あれにしてね。名前忘れた。タルババか。さあ、で、これ、僕のまあ、負け筋はこのホグが入ることなんで、オッケーで、テスラ、こんにちは。スケバレがナイス。延命していくよ。いや、これがマジ強いんだよな。ね、迫撃で、よいしょ、しっかり守る。やっぱ、フリーズあったんですね。てか、ヤナアメファイブフリーズだったんですね。まあ、これはちょっとね、わかんなかったですけど。いや、こう、ちらつかせてあげるとね、相手も苦しいよね、と。というわけで、こんな感じで、まあ、本当に、スケバレを高回転で飛ばす。そして、あと、ロケット押してもね、延命できそうだったら延命してあげるっていうのがね、大事ですね。本当にこのデッキはね、なんだろう、マジで、組みやすいし安定して強いから、めっちゃおすすめですね。ガチで無課金向けです。さあ、来ました。よろしくね、と。まあでも、ウッドより、多分、タルババの方が使いやすいかもしれないですね。ロケ砲、これだったら。まあ、ウッドはね、やっぱウッドで削れるっていうのがでかいんですよね。だからこう、攻めで毎回100ダメージですけど、これが入るか入らないかで、まあ結構勝敗も分かれるのはあるんですけど、まあ防衛であったり攻めであったりやっぱ樽の方が使いやすいので、まあ初心者の方には非常にね、樽型がおすすめです。そして今回ボンバーオリちゃんエルジャイちゃんじゃないでしょうか。まあ AJ だったらこれねボコボコにできますよ。あ、遅延スキルかもしんねえな。いやー、一応エルジャイの可能性もあるんで、攻め墓はね普通にエルジャイ始まり出されてやっぱ怖いんでね。さあ、というわけでエルジャイですね、ライトニングってきたんでね。うん、あれはナイトとかで受けたいな。よいしょ。スケバレで攻めながら回して、ナイトで耐えながら、あれには多分タルババかな？か、トルーネの可能性もある。ボン。ボンボン。いや、これ待って。迫撃天才かもしれない。さ、ナイス。いや、今回エレジャイですけど、マジ、エレジャイはね、圧勝です。はい。100-0で負ける理由がないんですけど、まあ、ベビドラぐらいか。でも本当にね、ロケ砲がまず無限ですし、あとはね、相手はこの僕の迫撃砲突破できないっすよね。そう。いや、これが強いんだよね。まあ、あとは縦線もそこそこの火力があるので、よいしょ、まあ、とりあえずね、ロケ砲を出すか、まあ、防迫しながら。で、これ、ロケ砲行かれるとでも正直危ないので、延命します。どうにか延命します。延命する方法は何でもいいです。はい、まあ、行かれちゃったんですけど、トルネード使ったってことは、ここの槍ゴブリンがね、あなたきついよねって話なので、しっかりね、まあ、エレジャイの円に入らないように出してあげると、もうきついよねっていうことで、はい、もうここからね、2周目エレジャイ来てもね、どうぞって感じで、防白してあげてね。わお、マジかよ。いや、圧着に出てきちゃったね。さあ、圧着に対してはね、縦の戦士めっちゃ強いんでね、こんな感じで時間稼ぎのプロなんでね。で、ロケット押し、できるだけ単体で活かしたくないね。近起動されちゃいますね、これは。よいしょ。さあ、まあまあまあ。まあまあまあ、それぐらいならね、許しましょうと。で、ロケ砲置きながらの、あと攻め白、これ知ってもいい気がすんな。あえてうざいんよね。で、ここでまたね、どんどん仕掛けます。マジ、スケバレはね、飛ばせるだけ飛ばした方がいいね。まあ、ロケ砲もあとは出せるだけ出した方がいいんだけど。よいしょ。で、まあ、ちょっと延命してあげてね。できるなら延命してあげて。あんまやりすぎると、ちょっと危なくなってくるんでね。まあ、それだけちょっと気をつけて。あとしっかり防衛迫撃置いて、あと陸撃がね、ないんですけど、意外と大丈夫かな。ロケ砲の貫通がどれぐらい頑張ってくれるかっていうのがね。よいしょ、ちょっとわかんないんですけど。いや、さ、ロケット押し出して、もう一回今回ね、相手があれ、ライトニングこれ撃ってくると思うんですよ。なんで、迫撃砲ね、回してあげて、さあ突破されるんですけど、さあもう一回攻めると。でしけスケバレ出してあげて、いやもうこうなるとね、相手がどんどんきつくなってくるんでね。でこれハゲたら迫撃のターゲットがたまにいく。いやもう言ってた、なんなら。さあ、でまたね、無限ロケ砲。いやこれもう一回なんかナイトとか置いてね、延命してあげてもよかったね。よいしょ。いやこれなー、やばいよな。なんか無限に迫撃来るし、スケバレ来るし、こんな感じでロケット押しがやっぱたまるんだよね。そう、まあ、このデッキの強みは本当にね、ロケ砲なんですよね。で、あとはもうファイボ圏内というわけで、本当にね、困ったら防白すればいいし、スケバレとロケ砲でね、戦えるので、本当に一回は攻め白しなくてもいい。まあ、すればね、それほどこう、相手にプレッシャー与えられて、リズムつかめるっていうのはあるんで、まあ、状況次第っていうのはあるかもしれないんですけどね。
さあよろしく。まあというわけで、まあ防白も大事だし、まあ攻め白も大事なんだけど、攻撃はね最大の防御と、よく言うじゃないですか。やっぱ攻めれば攻めるだけね、こうロケホーが意外と残るもんなんですよね。スケバレいっぱい飛ばせば飛ばせば飛ばすほど相手がね苦しくなっちゃうんですよ。そのスケバレに対応しないといけなくて、スケバレに対してウッドとかウッドがなかった時にユニットで対応しないといけないっていうのがあって、いやいいロケですね。そうするとやっぱ常にロケット星が生きてくるっていうサイクルになるので、こう怖いかもしれないんですけど、攻め白をめちゃくちゃするように意識すれば、俺なんか勝っちゃったみたいな、なんかね無限の変なサイクルにはまります。相手がそれがねできると熱いね。ほんとスケバレ飛ばしてなんか対応してきました、ロケ砲出しながら端前やりこぶちょっかいウッドで回して、もう一回攻め迫撃スケバレ飛ばして、もうなんか無限ループができるんですよね。やべ待って、やべよいしょ、さあ危ね、間に合う。でまあここはどっち行こうかって感じなんですけど、左でロケ打たれるの嫌だったんで、なんかねちょっと地味うざ両サイ攻め、いやスケブもあってギャングもあっていっぱいあるけどめっちゃ刺さるじゃんっていうね、でかさあ、まあこれはナイトでいいでしょ。少々ダメージ受けても最近滑舌悪いんだよな。もともとちょっとだけ悪いんだけど、最近異常に悪いんだよね。さあここはねしっかり延命していきましょう。いや相手のウッドもうまいけど縦線は強いからな。ナイス、ああこれ相手終わりましたね。でまあギャングとかまあスケアミぐらいなんでね、よいしょーん、剥げます。で最後にギャングぐらいか、ギャング飛ばしてくれるのか、どうなんだ。さあここは一旦ステート、まあウッド使ったからバレルからの端前プリンとかあるよね。端前プリンは来ないとしっかりね、押さえていきましょう。でスケバレ飛ばして迫撃やってユニット来たらロケ崩壊しみたいな、これマジでこれですね、このサイクルよ。もう相手が絶望のやつですね。さあ縦線出しながら、あれちょっとウッドだから端プリでいいよね、端プリじゃん、ウッドを使ってもいいよね。ほいでナイト使ってまたスケバレ飛ばして、でなんか固めのユニット、待って10秒デッキもしかしてなわけなしと、はい相手は諦めていくって感じで、いや本当にな、なんか僕マジでいつもやってる無課金でおすすめなのは迫撃だって。またバルキリーとかまあメガナインとかもあるんだけど、格ゲーに勝ちやすいとかもねあるんだけど、その中のなもうトップオブトップでこの迫撃はねマジで使いやすいから超おすすめですね。ロケット星みたいな感じでなんか出してればなんとかしてくれる。まあ僕は昔ねそういう意味でボーラー大好きだったんですよ。出してるだけでなんか勝手にねやってくれるじゃないですか。そう、まあそういうところもあり、ロケはね本当に強いので防衛苦手な方とかはね入れた方がいいよね、おすすめ。シェッセンよろしく。で端前やりゴブとかはねもう積極的にやってください。マジでニコスの割にこれ多分ねレベル14だと500ぐらい与えるんですよ。こいつ化け物なんですよね。さあで5を打っていきましょうと、あれオーブンにウッド打って終わらすか。おお待ってやばい、これは相手スパーキーか、防白でもよかったけどちょっと溶かしに行きます。ユキんスパーキーなのか、なんで俺はスパーキーだと思ったの。まあ、ゴブジャイメガゴってなったら普通スパーキーじゃんって話なのか。まあ、でも今回の相手は、わからないな。オーブンだったんで、ね。さあ、ここはね、危ない。怖いんでね。マザネク事故ったらやばいんで、ダメージ受けてもいいので、みたいな。あ、こやこややないかいっていう。いやー、こやこやか。嫌だな。嫌なんだよな。こやこやも俺好きなんだけど、使われるのマジで嫌なんだよね。でもゴブジャイいたよな。まあでも、こやこや使って、そんな相手、陸受けっていう陸受けもないんじゃねっていう思いがあるんだけど。よいしょ、これなんか隅っこにやれば、迫撃砲からの絶妙なファイボ。これで、よいしょ、ファイスピジャマで目できんか。セリゴブリン。で、これには、一応マザネクの可能性があるんだよな。で俺マザネクに対してナイトを裂いたらマジ何もねえことにな、今気づいた。やべ痛すぎるけどさすがにこれは防ぎたいよな。よいしょ、あぶねえ、間に合った。いやーこれマジでかい、いやーこれでかい、いや待って思ったよりでかくない、思ったよりでかくないと。
さあそんなこんなで今回はこやこやのゴブジェマザネカですね。まあマザネカにも別にファイブ打ってるんでいいんだけど、ファイブを小屋に打った時にっていう感じだね。いやでもこれ熱い、受けなくない相手、打っときあったっけ。あーまあこやこやのね安定のタルババが入ってます。まあファイブ打っちゃう。正直防白しとけば相手のこの小屋のダメージ防げるんだよね今から多分。うわーライトか。さあまあライトってことはまあロッキー砲は生きるし、まあ悪くはないんだけどライトのダメージが痛いよね。まあでもこれ相手の方が絶対きついと思うんだよなぶっちゃけ。でマザニクに5打ってば一生俺のターンだもんな。いやーマジでやめろやめろ。で縦線がマジ強いのよねこれ、わかる縦線の火力で。ロッキー砲生きてるからここでまたスケバレ飛ばしたいね。迫撃だとねライト削りされちゃうんでね、スケバレ飛ばすと相手がコストねこう使ってくれるんですよ。でライト打つコストがあないだろってなるんで、そこで防白置いてね。いやこれ迫撃入るくない、一発一発でライト警戒で高めにね置いてあげて、やりゴブとかも出したいんだけど今回マザニクいるからまあ無理に出さなくてもいいよねって。さあファイブ削りしてあげてタル使えよ。 OK。 いや流れは悪くない。でまあ小屋を置いてくるとかじゃないのかな。うん、いや防白してもいいけどな、結局ライトニング打たれるだけなんで、まあ、僕は防白多分あんましない方がいいっていうね結果的には。うん、まあロケ砲とか本当にここにライト打たしてもいいですね最悪。そしたらもう一周僕回せばいいんですよこれ。よしよしよし、もう一周ねイモリの陰キャします、陰キャで。まあこれはね多分マザネクされるんだけど、ファイブを出して、あとは縦線だね。相手がライトニングと何だったっけタルババだったんで、縦線こんな感じでマジで無双します。よし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 、いやーオッケー。誰か死ね、代わりに縦線、ナイスナイス縦線ナイス縦線で、相手はねもうダメージ入れたくないからこんな感じでね小屋とか高みに置いてますね。でさライトニング打ったロケ砲最強回します。これ次ので勝ち。時間稼ぐのは得意よ、スケバルちゃんと。へい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 、ナイス。こんな感じでね、マジ低めロッキー砲強いし、タルだったらね、低めヤリゴブも縦線もまあ無双するので、その辺しっかり活かして戦えばね、縦線でやっぱ火力高くなったのね、守りやすくなったっすよね。ギャングとかだったらね、やっぱ時がちょっと違うよね、縦線の方が優秀だよね。さあ来たで、そんでなんかあんま気づかなかったんですけど、なんかスケバレとかね13でもなんか意外といけますね。まあ今期あんまトラ上げしてないっていうのはあるんですけど、さあアゴちゃんホグ、あバルーンとかメガゴッドアゴはねポンピオバルーンぐらいしかないんですよね。テンプルデッキは昔はねなんかスケラとかクロスとかいろいろありましたけど、ありゃーいやこれはスケラか、なんかテスラのスケラっぽいな雰囲気、マンダゴスケラです。うん、あーヤファインボのスケラですね。さあそれはあなたコスト使いすぎゲーミングじゃないでしょうか。ウッドでええ感じに、もう一発、あー打たないか。さあヤファインボのスケラですね。なんでヤナメがやっぱうっとい、ヤナメがちょっとうっといけど、まあヤリゴブリンの攻めだったり、まあなんかね俺次第って感じか、俺が上手ければ勝つよねっていう、結局それに越したことないよね。よいしょ、まあここは一旦ね見捨てます。うん、今の突破するぐらいならこうやって逆サイ攻めて、まあ矢がね、矢が強いんだ。でここでアイゴレフターが低かったらロケ砲で稼ぐみたいなね、こういうコツコツダメージ稼ぐのも大事。正直後半スケラヤナーム打たれるだけで、しかもアイゴレで絶対タケ取られるんで、もう吐きそうになるんでね、あれ打っていい。いやー相手がなんか高回転のスケラっていうのが嫌っすよね。なんで重量級じゃないんやね、しかもなんかボンバーですってね。さあまあ攻め迫で世界変えます。でテスラこんにちは。うん、であとヤリゴブリンが相手がヤナアメだからこそ強いっていうのある。
これね、これにだって相手穴目使いたくないもんね。で使ったらロケホ生きるから、でしかも穴目使ったとこれマジ絶対きついよね。縦線最強ターンきたー。で迫撃砲スケバレでナイトとかもねやってあげればこっちのもんだんでね。よし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 。いやーでもいいファイブだな、いいファイブだな。なんか一旦早くハゲねえかな。いやー違う、迫撃砲どこ打ってんねん。ちょ俺の迫撃砲エイムが悪いな。でちょっと逆も触れていくか、これもしかしたら。まあ本当は狙いたいのは右なんですよね。狙いたいのは右だけどみたいな。あっ、テスラ使ってくれたらあっちいいな。スケバレがね、本当は通るんだけど、全然通んねん。そのメガゴー。いや、ボンバーか。いや、あっち。しかもこのロケを入ればあっち。で、入らん。いや、延命して。で、ヤナム撃たれても、この後すぐやりゴブ出します。よいしょ。で、まあ、ヤナメ縦線、あ、じゃあ、縦線とやりゴムどっちかでね、こんな感じで守ってあげて、ヤナメ咲いたら、このやりゴブリンが君きついんだよ。知ってる？きついよね。きついよね。きついって言えよ。きついよな。やばい。で、いやー、これはやばい。やばいのか？いや、許せ。いや、なんならいける？やっぱ縦線咲いたら、これちょっとね、怖いですね。いや、でも。低めやりゴブとか出してあげて。いやーこれマジ強えんでね結局。よし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 。あー行かれちゃった。あぶないぶない。あれちょっと汗怖いね。いやー相手もねやるしかないもんね。てか始めてたらお得だもんな。さあ、いやちょっと怖くなってきたね。怖くなってきたよね。わかるよね。怖いよね。俺が一番怖い。さあで、矢咲いたら縦線。これでも突破されないだろ。やばいやばい。全然入らん。全然入らん。もうちょっと入って。もうちょっと入って。攻めファイブして。いや、入るんじゃ？熱い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 。マジある。マジある。マジある。さあ、スケラ。相手スケラ落ちたよ。スケラ落ちたよ。いやー、でも、やらん間に合わんくね？待って、俺のファイブとや。お、反撃を！どすこい！危ない！あー、危ねえね。危ねえ、危ねえ。負けたと思ったけど、しっかりね、スケラに対して矢なめ、打たれるんですよ。それはもう絶対ダメージ入っちゃうじゃないですか。縦線出しても、やりゴブ出しても、何出しても、ブー入っちゃう。でもその瞬間にやっぱしっかりね、スケバレ飛ばしたり、迫撃砲置いて、こっちもね、同タイミングで攻めるってのが大事になります。まあ、勝ったからよう喋るな。はい、ナイス。はい、というわけで、今日はね、こちら、無課金迫撃やったんですけど、まあ、売ったない方はタルだったり、マスクだったり、ギャングでも使えますので、皆さん、ぜひ、使ってみてください。マジ、おすすめです。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。